岡村義文1月13日から63歳は日本の外交官。森義郎の発案で最年少大使として中高都ジボワール特命全権大使を務め、外務省アフリカ部長等を経て、現在 OECD 日本政府代表部特命全権大使。1994年のルワンダに悪殺、1999年のコソボ紛争など、 武力紛争が行われている地域に外務省や国連を代表して派遣された経験がある。また国際原子力機関を中心に国連外交の経験も豊富である。2008年北海道東野湖サミットでアフリカ重視の姿勢を示すため通常より若い年次でアフリカに大使を赴任させるという人事案の下で 戦後最年少50歳でフランス語圏の中高と地ボワール特命全権大使に就任する。その際、長期の経験を有することから自民党外交部会で当時の矢部中32外務事務次官から修羅場に強い男と紹介される。同様に、同年片上圭一が英語圏の中ー,ーナ大使に、越川和彦がポルトガル語圏の中ン語ラ大使に就任した。 2011年には大使皇帝が武装集団に襲撃され15時間の軟禁状態に置かれた。その際、フランス軍により救出されパリに避難する。2012年9月には外務省アフリカ部長となり第5回アフリカ開発会議事務局長を兼務。2016年からアフリカ開発会議担当特命全権大使を務め。 2017年からは2025年国際博覧会誘致特使等を兼務し、2025年万国博覧会の大阪招致構想実現のためアフリカ諸国の首脳への働きかけなどを行った。ありがとうございます。